いや絶対出ていくわこんな里。これまでのあらすじ。魔王を倒す旅の途中、アイラたちはホムラの里の巫女ヤヤクから化け物退治を頼まれるが、その正体は里の儀式を阻もうとする兄弟の変装だった。兄のテバとヒロノイ火山で人食い狩りを目撃した一行は里を襲い、ヤヤクを人並みにした狩りを追い払う。逃げていた人食い狩りを退治するため山門の鍵をもらいにヤヤクの社を訪れた一行は、次女からヤヤクの日記を手渡される。その日記にはヤヤクの息子ハリマが狩りようになった過程とヤヤクの苦悩が書き綴られていた。呪いを解きハリマを元の姿に戻せるというヤタの鏡はヤヤクと共に狩りように食べられてしまったと嘆くテバ。あれはハリマではなく人を喰らい続ける悪霊であると辞書に退治を頼まれ、山門の鍵を受け取った一行は狩りようのねぐらに向かうのであった。よくぞ戻られたアイナ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。狩りようのねぐらには出て行くんでしたっけ出て行くんでしたっけ。そう、行きたいの。西隣の山道の山門を抜けて進んだ先の日の薙火山の中。結局日の薙火山に行かんといかんってことか。じゃあ一緒じゃね、行く場所ね、前回と変わらんよね。びっくりしたわ。もう本当になんかいつもびっくりするんよねやめていただきたいんやけど、そんなところにおるの。またここを通って、あっちに行けばいいってことやろ。日の薙火山の中って言ったよね。じゃあやっぱり結局ね、どうやって行くんやろ、その寝床には。一緒？一緒なの？場所は。とりあえず同じ道を行きますけども。はい、日の薙火山。で、こっから先なんか行く場所が違うんかな。前まで通りでいいんかな。こっちは何？ちょっと待って、とりあえずさ、秘密基地、裏道、山門。山門を通るって言ったね。ってことはこっちか。こっちに行けばいいのね。あっちが秘密基地なんやね。ちょっと方向が違う。あ、おるやん、おるやん、手羽。先に来とったん？すごい勇気やね。あんちゃん来てくれたね。早速その鍵で山門を開けておくれよ。さあ開けるよ、そこをどき。さあこの先か。オイラが行っても足玉といだけど、ヤヤク様たちの立ち元を見届きたいんだ。さあ行こう、アンちゃん。なるほど。どんな結末になるんかな。まあいい結果にはならん気がするけどね。この先どこなん？火山内部上層？金属地？金属地って何？金属地でいい。内部に入り。こっちかな？内部って書いとるし。とりあえずこっちに来てみたけど。カリューのねぐらというのは一体どこでしょうか？全くわからないのだけれど、こっから行けるんかな本当に。じゃあ私が勝手に、なにやめてよ。何降りれる、そこ。これ何？大きな角を持った乗り物で突進すれば壊せそうだ。大きな角を持った、びっくりした。大きな角を持った、これ角じゃないよね君もしかして話せるの？違うわ、敵だわ一瞬喋れるんかと思った。全然違ったわ。普通に切りかかっていったああ間違えた。もうかわしていこうと思ったのに、無駄な戦いを。大きな角を持った、大きな角を持った。この辺におらんのかな。でもああいうものがあるってことは無理そうな感じするけどな。メラハリケーン、しびれているところに。さあ行け行け。
え、でもさ、シルビアさんのあれで痺れるってなんかちょっと。なんかちょっとね。あれが女の子やったら痺れるとかいうことにはならんかったんじゃないかな。ぶどうエキス。ぶどうジュースってことかな。ありがとう。と？え、ちょっと待って、どっち？どこ？こっち？あ、なんか微妙に。細い、細い。あれ違うよね。え？あれ？いや、違うか。うい、怖い、怖い。痛い。あれではない。あれではない。ちょっと待って。あのでかい部分か。あ、あれよね。こういうことやろ。要は、これ前、ふもとから行った時に、あっこで止まって、あっこの下を見よったけん。ってことは、いける。よし。道が分かった。何お勉強中。ごめんね。通るよ。痛い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 。ねえ、絶対あれ足の裏やけどするよね。痛い痛い痛い。確実に痛い。あ、この岩壊した、あの岩壊したらどうなるんやろ。そっからなんか、痛いって。え、進めんやん。え、進めない。待って。え、どこ向こう側から向こうから行ける？ちょ、邪魔よ、君。あ、一匹かと思ったら二匹いるの。こっち側から回っていけるんかな。いけんかったらちょっとその巨大な角を持った何かしらが必要になってくるんやけど。マグマの石、イエーイ。イエーイ。どこ？こっち？ここか。じゃあもう進んでこないで、こっち向かって。あ、いけるいけるいける、よかった。こっちも通せんぼされとったらどうしようかと。あ、あれやない？あれや、あれ、おったおった。賢者の聖水4個、助かる。なんか暴れてない、苦しいんかな、やっぱり。まあ、怪我したもんね。どう、口からヤヤク様出てこん？出てこんか、さすがに。あの火竜がハリマ様だなんて、今でも信じられないよ。ハリマ様はすごく優しい人だったんだ。オイラにも剣を教えてくれたりして。ハリマ様はいつも言ってた。里を守るためにはどんな困難にも立ち向かわなくてならないんだって。でもってことはさ、その退治、ヤヤク様とハリマ様が退治しに行ったその火竜も、もしかしたらこう代々続いてきとった、人がなった火竜やった可能性はあるってことかな。ね。もう、それが大元とは限らんもんね。あんちゃん頼むよ。人食い狩りを、ハリマ様を苦しみから解放してあげて。要は殺せということですよね。頑張ります。あー、やっぱここでも戦うのか。でももうだいぶ体力ないんじゃないの。どうなの。これで里で戦った時と同じぐらい。え、発生にゃ。あ、もしかしてあれですか、ここを通ってくる間のあの火傷みたいあの火傷みたいなやつは、みんなダメージ受け取ったってこと。やばいやん。やばすぎやん。ほら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 、シルビアさん一人で粘っですよね。そうなりますよね。ほら、ちょっと後ろから。え、もしかしてこれってさ、後ろの3人もダメージ受け取ったってこと。そういう感じ、マジで言ってよー。ちょ、聞いてないよ、そういうの。はい、ベホイム。え、でも自分の方が危なくない？ありがとう、お互いに回復し合うのね。あ、よっ。これ、グレイグはね、ほとんどダメージ受けんけん大丈夫なんやけど。でもちょっと向こうのターン多くない？ありがとう、おじいちゃん。シルビアさんよりも多分ね、神の方を復活させた方がいいんじゃないかなと思うんだけど。まあ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 、もうみんなお互いにいろんな技かけ合いよね。よかったね。後ろにおるメンバーもまあまあ強い感じやけん、よかった。待って、グレイグ結構一気にダメージ受けたよ。今とりあえずね、みんな回復、せっせっせっせと回復をしよって攻撃ができてないけんね。ちょ、頑張ろう。いけい、みんな頑張って。ちょ、もう変わりいないからね。も
う代わりいないから頑張ってみんな。ね、このメンバーやられてしまったら後ろいないから。いけい。いいぞいいぞ。え、今の2回攻撃したんやばくない？早すぎやろ。早すぎて目に見えない動き。え、なんなん今。カリュウめっちゃパワーアップしてない？ね、なんか光輝きよりし。シルビアさん MP ないんやけど。ゼロの宣伝。いいぞいいぞ。みんないろんな技駆使してけ。いろんな技駆使してけ。賢者の杖。もうなんか何がどういう効果なんだか全くわからないけど、防御力が上がったってことなんかな。キャー、神が。神多分あと一発で、あーあーあー、ロージーちゃんも。ロージーちゃんも。ちょ、みんなみんな頑張って。ベホイムベホイム。てか向こうのターンマジで多くない？どんだけなの。こっちがなんか一回動いたらさ、めっちゃバンバンバンってやってくるやん。やめていただきたいわ、ほんと。え、でもどうなんやろ。冷静に見たら普通に同じぐらいのターン数なんかな。わからん。ね、すごい多いような気がしてしまう。あれかな、こっちは4人で4ターン使えるとか、向こうは1匹で4ターン使えるとか、そういう感じかな。耐えろ耐えろ。頑張れ。耐えて、しかも頑張ってくれ。あー、強いよー、強いよー。なんかとりあえず耐えることしかできてないような気がする。あれ、今一瞬神姿見えんかった気がしたけど、マグマに紛れとったから、ね、頑張れ。どれぐらい相手の体力があるかちょっとよくわからんけど、頑張ってくれ。これは何段階までアップするの、その防御。とりあえずなんか神谷1の他全員2なんやけど、防御っていうか守備力か。え、でも守備力と防御力は一緒一緒かな。頑張るんだシルビアさん。ちょっと今マジックポイントないけんね、普通の攻撃しかできてないけど。ありがとうおじいちゃん。あれ守備力ではなかった。神はなんか守備力が上がって下がってんの。でも守備力アップが1のダウンが2やけん、結局下がってる。キャーキャー。毎回毎回ね、神とロージーちゃんが結構なダメージ受けるんよね、あっという間に。おっ、ゾーンに入った。いけい、頑張れ。ゾーンに入ってからの技を出そう、技を。おお、やっつけたやん、よかったー。ふぅ。ひとくい狩りをやっつけた。いいぞ、いいぞ。もうこれ、一回目のね、全員やられた時点で、倒せんかもしれんって思った。ハリマ様、最後の最後、人の心が戻ったりとかは、しないの。なんだか様子がおかしいわ。あれは一体。鏡じゃない、鏡。ヤタの鏡じゃない。戻る？え、でもこれ戻ったとして死ぬんじゃない。ヤヤク様？どこからともなく声が聞こえる。終わりだ、悪しき狩竜よ。ヤタの鏡の力の前に滅するのだ。ヤヤク様やないこれ。え、どう？誰？おお、こっちや、ハリム様？え、ヤヤク様どうなったん？ハリマス様？変身が解けたってことか。ようやく元の姿に戻ることができた。そなたたちのおかげだ。礼を言う。ピンピンしとるやん。カリュウの呪いの力はとても強く、外からヤタの鏡を照らしても、その光は届かなかった。だが、そなたたちがカリュウを弱らせてくれたおかげで、体内にあったヤタの鏡の力が発揮されたのだ。え、あの、ヤヤク様はどうなったんですかね。しかし、何故カリュウの体の中にヤタの鏡があったのか。あ、記憶はないんか。え、じゃあ今体内に母親がおるってこと。長くカリュウになりすぎたらしい。私の寿命はもう尽きるだろう。え、マジで。
さあれやん、狩竜になって何百年生きとったけん、人間としての寿命がとかそういうことじゃないんやろ。え、だってね、母親側の年齢やったやん。年齢知らんけど。最後に一つ頼みを聞いてほしい。あ、これ絶対ヤヤク様への伝言かなんかや。あー、ほら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 、私の母ヤヤクに伝えてくれ。これで里は救われたと。そしていつまでも幸せにと。まあでも知らん方がいいよね。知らん方が幸せなことはあるよ。だってこれでハリマ様は自分の母親は生きて幸せに暮らしとるって思ったまま死んでいったってことやろ。え、やたの鏡ちっさ、そんなんな。おいらここで狩りを見せたとき、みんなを騙してたヤヤク様を絶対許さないって思ったんだ。でもおいらが母ちゃんを生贄にしたくなかったみたいに、ヤヤク様も家族を守りたかったんだよね。ヤヤク様とおいら同じだね。悪いことしたとこも家族が大好きなとこも、まあね、同じだけど立場が違うからね、しょうがないんだ。まあでもこれで二人ともおらんくなってしまったわけよ。本当に里に帰ろう、あんちゃん。みんなに報告しなくちゃな。カリーはもう出ないから安心しろって。でも最後人に戻れてよかった。のめっちゃ陽気な音楽になった。そうか、人食い狩りを退治してくれたか。よかった。もう二度とこの里は狩りに襲われることはねえんだな。あ、そっか、人食い狩りがハリマ様ってことはもうあっこの次女しか知らんってことか。母ちゃん、これで生贄も捧げられなくて済む。ああ、無事でよかった。許してちょうだい。里のためとはいえあなたを生贄にするなんて、いやー絶対そんなんもう信用できんよね。平和になったけんって信用できんくない？こいつらいざとなったら誰でも生贄にさせたつもりやわってなるやん。人の命とかなんとも思ってなさそう。私は誰も恨んだりしない。もう一度この子たちを抱けるんだもの、それだけで私は幸せよ。いや絶対出ていくわこんな里。ヤヤク様は生贄だと言ってわしらを狩りの餌にするつもりだった。あの女はわしらを騙してたんじゃ。信じていた王さんに裏切られ、もうわしらを導く者は誰もいない。この里は一体どうなるんじゃ。あ、そっか、裏切りも、結局裏切り者ってことになっとんか。おかしいの、みんな大人なのにどうして自分のこと自分で考えられないの。おお強い。人食い狩りを退治できたのはここにいるあんちゃんとやっぱりヤヤク様のおかげだよ。ヤヤク様のしたことは許されないけど、もしヤヤク様がいなかったらこの里はとっくに狩りに滅ぼされてるよ。きっとヤヤク様はずっとずっとオイルたちに悪いと苦しみながら心を鬼にして生贄を出したんだよ。オイルたちを縛るものはもう何もないんだ。英雄も神様も助けてくれないけど、これからオイルたちで頑張っていこう。お、独立しだすね。みんな、ヤヤク様とハリマ様の秘密はみんなには言わないことにするよ。二人はずっとこの里の英雄さ。え、でもさ、どうなんやろう、言った方が英雄なんじゃないかな。じゃないとね、やっぱり心の中ではでもやっぱり裏切り者やんって思う人がおると思うんやけどな。すぐには無理かもしれないけど、これからは自分たちの力で里を守るよ。だってオイラの大好きな里だからな。まあ生まれ育った場所はね。カリウを沈めし者、ホムラの里を襲うカリウを倒し里の未来を切り開いた者に贈られる称号。うんうん、これで平和になったわけですかね。じゃあ動き回らないで君。もうヤヤク様もハリム様も見ないが、俺たちはお互い助け合ってこの里を守っていくつもりだ。この里が無事でいられるのも救い主様あんたのおかげさ。困った時はいつでも力になるぜ。え、日の凪火山に火事場にまつわる伝説がないかって、それってもしかして金足師のことかもな。ヤヤク様の社にいる辞書なら詳しいことを知っているはずだから訪ねてみてくれ。あ、あっちに行くの今度は。なるほど。そしてまた次女に話を聞きに行くのね。なんかあれやな、今となっちゃもうこの里のことを実質握っているのは次女なんじゃなかろうかと。ね、全ての秘密を知っている。でも次女にはちょっと荷が重すぎるんじゃないかと思うけれど、どうもおじいちゃん。この大きい社とかどうするんやろ、残しとくんかな。ヤヤク様もうおらんけど、まあでもちゃんとおるんやね人は。なぜヤヤク様狩りをかぶって死んでしまったのかは分からぬが、
今までわしらを守ってくれたことには変わりはない。今はただ、ヤヤク様とハリマ様のお二人が安らかに眠れるように、こうして祈るだけじゃ。なるほど。一応まあ、ヤヤク様のお社はそのまま残されとって、お祈りに来る人はまあ、おるんかな。お参りみたいな感じ。おう、そなたか。何やら思い詰めた顔をしているが、聞きたいことでもあるのか。うん。昨日の火山の火事場の伝承か。亡くなったヤヤク様からなんとなく聞いたことあるが、詳しい話はわからぬ。ヤヤク様のお付きの侍なら何か知っているかもしれん。ヤヤク様のお部屋を訪ねてみてくれ。了解。まあそのつもりやったんやけどね。倒したよ。おやあなた様は、その節はホムラの里とハリマ様のお心を救ってくださり、お心？御心？ありがとうございました。何やらお困りのようですが、私がお役に立てることはありますか。はい。アイナは日野の火山のどこかにある火事場の存在について尋ねた。おう、その話は私がまだわらべの頃に聞いたことがございます。炎の山の頂にて聖なる種火を投げ入れしたき、遥か西へより伝わる大いなる火事場が蘇るだろう。え、また聖なる種火が必要な。聖なる種火は何？絶えないな。そういった伝承を守るため、火山の頂上は長い間禁足地として封じられておりました。しかし里の救い主であるあなた様ならば、禁足地に入ることも許されましょう。さあこちらをお持ちください。お、アイナは禁足地への鍵を手に入れた。鍵あるんやね。禁足地は広の湯火山の中腹の固く閉ざされた扉の先にございます。どうかお気をつけて。じゃあ行ってきましょうかね。こっち側になんか頭かきながらおった男の人おらんかった。私は里が大変な目に遭っている時も、ヤヤク様がお亡くなりになった時も、うなされて寝てばかりでな。その間不思議な夢を見たのだ。ヤヤク様が狩人と共に寄り添って、川の向こうへと歩いていく夢だったよ。あ、じゃあ向こうで会えたんかな、ちゃんと。向こうでちゃんと会えて、今度こそ、幸せに暮らしているのだろうか。まあ、そうやといいよね。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは次は禁足地に行けばいいんか。小村の里編っていうか、結構長いね、ここは。